レスって、はい、あの周りの状況がいい方向に向かっていても感じるものなんだなっていうのを思いました。どういうことですか？環境の変化っていうのは、はい、あのいい方向に変わる時にも、何かが起きるっていうことなんでしょうね、はい、で私逆にねそのコロナで行動制限されたあのこの2年間は気がつかないうちにストレスを持ってたみたいなんですね。なるほどね。これあのしばらく最初のうちの、 あの行動規制が ある頃、はい、最初のうちっていうのはこの時期を何とかして乗り切ろうっていうね気合がちょっと入ってたわけですよ最初のうちはね、はいはい、だからストレスを感じるというよりもちょっとした緊張感が、あったわけですね、はい、で家の中で過ごすための環境を整えようとねちょっと前向きに考えて、会えなくなった人とオンラインで会うためにズームを勉強したりとか。そうですね、はい、あとね、ちょっと大きめのモニターやウェブカメラを、ね、揃えたりして新しいことが始まったなっていうちょっとね、はい、なんとかやっていけるんじゃないかなっていう感じがしてたんですね、でも1年ぐらいした時に気がついたんですよ。前は家の中でも運動して体を整えることをしていたのに、はい、全然やる気がしなくなっていたんですね。そうなんですね、はい、あのこういう時こそ家の中で体を動かさなきゃいけないって分かってるんですけれども、うん、どうにもやる気がしないんですね。で自分にびっくりしました。でこれもどうやらあのストレス症状のようなんですね。あ、そうなんですね、はい、私あの自覚がなかったんです、そんなストレスがあるっていう風にね、うん、でもやっぱりいつの間にか心がしぼんでいて、うん、あの体が動かなくなってるっていう、そういうことがあるんだなと思いました、はい、あの気をつけないといけないですね、うんうん、それでその1年ぐらい前からねあの女性専用のジムに行ってるんですよ。なるほどね、体を動かすジムですね、はい、そうなんです、はい、あのサーキット方式の30分間の健康体操なんですけどね、うん、体操クラブですね。そうです、そうです、はい、有名だね、はい、そこ行くとですね、手とか足あとね腰とか肩甲骨を動かして鍛えるためのマシンが12台置いてあるわけですね、うん、数名の人が順番にこう回っていくわけですよ、うんうん、あの30秒ごとなんですけどね。あ、そうなんですか、はい、割と短いんですね、はい、そしてそれを2周回ると、25分ぐらいの運動ができて、はい、体全身を程よく動かすことができるようになっています。あ、そういうシステムなんですね。そうなんです。あのみんながねあの一斉に運動してますし、はい、ほら次々とこう順番が回ってくるわけですよね、押し出し式ですね。そうなんです、そうなんです。ですからあの途中で休むことはできなくて、あらららら、まあ、休んでもいいのかもしれませんけど、うん、あの回っていけちゃうんですね、はい、ですから25分続けての運動ができて程よく全身を動かしています。フィットネスですね。そうなんですね、はい、でねそこに行くようになったらまた家でも体を動かす気持ちが出てきたんですよ。あら、不思議ですね、はい、前はね家でもできるんだったら、うん、わざわざお金出してそこに行かなくてもいいよねって。あ、そりゃそうでしょう。そう思ってたんですね、はいはい、でもみんなでやってるあの30分があるから家でもやる気になれるっていうこともあるんだなってね、あの、気がつきました。確かに、はい、そしてねこの30分の間にですねコーチがいろんな声をかけてくれるんですね、うんうん、でまずあの褒めてくれるんですよ。皆さん今日も来ることができましたね、頑張ってますねってね言ってくれるんですねそしてね、筋トレは免疫力をアップしますよとか、うんうん、筋肉を作るためにタンパク質をバランスよくとってくださいねとかって言ってくれるわけですね、はい、まあ営業活動としてのね声かけではあるんでしょうけども、うん、やっぱり褒めてもらったり励ましてもらう、それからいろんな情報をもらうっていうのは嬉しいことだし、やる気が出るなっていうふうに思うんですね。大切ですよね。はい、よくね腹圧をかけていきましょうっても言われるんですね。腹圧、そうなんです、はい、あのお腹にキュッと力を入れることなんですね。これを普段の生活の中でも心がけてくださいねってもう何度も何度も聞くんですね、はい、そういうわけで家に帰ってきてもですね、あのタンパク質を摂ることと腹圧をかけることは心がけられるようになってきました。あ、よかった。はい、まあね、このコロナ禍っていうのは人に会うとか誰かと一緒に何かをするとか、あの言葉を交わす、励まし合う、そういうことがとっても大切だなって改めて感じる期間になりました。はい、はい、私はね、あの人に会うことが少なくなっていつの間にかストレスを受けていて、うん、気持ちがしぼんで体を動かす気がなくなっていたっていうことに改めて気がつきました。はい、
バイブルの一番最初のところにはですね、神様が最初の人アダムを作った時に、人が一人でいるのは良くないっていうふうに神様が言ったって書いてあるんですね、はい、そしてエヴァを作ったっていうふうに書いてあるんですよ。人は誰かと一緒に、そして神様と一緒に歩んでいくものなんだなって改めて思いました、うんうん、そしてね、もうそのたった一行の文章で大切なことをズバリって書いてあるバイブルってやっぱりすごいなって思いました。すごいですね。はい。